今日は歌をラップにするメタタグ、そしてスタイルについて解説するよ。日本語はラップになりにくい性質がある。指定しても普通に歌ってしまうことが多いね。でもメタタグやスタイルを工夫することで成功率をそれなりに高めることはできるよ。今回の動画ではまずは前半で歌詞のすべてをラップで歌う曲を作る。動画の後半では歌と歌の間に1パートだけラップを挟む曲を作ってみるよ。それじゃ最初は曲の全体をラップにする。単純なラップの曲を作ってみるよ。まずはメタタグの話をしようか。普通の曲の場合はバース、コーラスだよね。ラップの場合はサビのコーラスをフックと呼ぶのが一般的だよ。ただ残念なことに角のフックにラップ要素を強める効果はほとんどない。じゃあ何を入れればいいのかというと、単純にラップが一番効果的だと思う。バースやコーラスが本来入る場所に代わりにラップを入れるってことだよ。メタタグはこれが一番効果的だと思う。でもこれだけじゃ歌はラップにならない。歌をラップにするにはメタタグに加えてスタイル欄でもラップを指定する必要があるよ。ヒップホップ、グライム、ドリルのようなラップが主役のジャンルをスタイルに入れる。メタタグとスタイルを両方入れることで全ての歌を安定してラップにできるよ。でもこの方法って大きな欠点がある。本来の曲調が大きく変わってしまうんだ。例えばヒップホップを入れた場合だと、もちろん曲調もヒップホップ風になる。歌をラップにしたいだけなのに曲調が変わっちゃうのは非常に困るよね。そこで今回は2つのスタイル、ラッパーとライムを使ってみるよ。この2つのスタイルの効果については実際にこれを使った曲を聴いてもらおうかな。メタタグラップと2つのスタイルを使っていろいろな曲をラップで歌ってみるよ。あの日見た夢のかけら、胸の奥で揺れていた、触れられない痛み、それでも未来を探して、落ちた涙のその理由、伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、世界へ繋ぐ虹の光、言葉を紡いで星になる、誰かの闇を照らしたい、心の奥で燃える炎、希望を継がせで空を飛ぶ。あの日見た夢のかけら、胸の奥で揺れていた、触れられない痛み、それでも未来を探し、落ちた涙のその理由、伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、世界へ繋ぐ虹の光、星になる、誰かの闇を照らしたい、心の奥で燃える炎、希望の翼で空を飛ぶ。あの日見た夢のかけら、胸の奥で揺れていた、触れられない痛み、それでも未来を探して、落ちた涙のその理由、伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、世界へ紡ぐ虹の光、場を紡いで星になる、誰かの闇を照らしたい、心も奥で燃える炎、希望の翼の空を飛ぶ。あの日見た夢のかけら、胸の奥で揺れていた、触れられない痛み、それでも未来を探して、落ちた涙のその理由を伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、世界へ繋ぐ虹の光。あの日見た夢のかけら、胸の奥で揺れていた、触れられない痛み、それでも未来を探して、落ちた涙のその理由、伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、世界へ紡ぐ道の光。言葉を紡いで星になる、誰かの闇を照らしたい、心の奥で燃える炎、希望の翼で空を飛ぶ。あの日見た夢のかけら、胸の奥で揺れていた、触れられない痛み、それでも未来を探して、落ちた涙のその理由へ、伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、世界へ繋ぐ道の光。言葉をつのみで星になる、誰かの闇をずらしたい、心の奥で
メタタグと2つのスタイルを使っていろいろな曲をラップで歌ってみたよ。ラッパーはラップソロの効果があるよ。ラップ要素と静かな伴奏を曲に与える。伴奏が静かだからあまり主張せず他の曲調を邪魔しないわけだね。でも曲調を静かにする効果は強い。曲調を変えないわけではないんだ。だから相性の悪いジャンルと混ぜると全然別の曲になる可能性もあるね。ライムは弱いラップ効果があるよ。効果が弱いので曲調を変えにくい。ライムの欠点は効果量の低さ。効果量がゼロになる可能性すらあるよ。ここまで効果の低いスタイルは基本的に紹介しないことにしているけど、効果の低さが逆に有用になっているので今回は特例として紹介させてもらったよ。曲全体をラップにする場合はかなり強いラップ効果が必要になる。だからラッパーやライムだけではなくヒップホップ系スタイルを使うのもありだよ。曲調は大きく変わってしまうけどより自然なラップになる可能性は高くなる。でもヒップホップ系スタイルは曲の一部分だけをラップにするのは難しい。曲全体に影響を与えちゃうからね。この場合はラッパーやライムが有効だよ。次は曲の一部分だけをラップにする、その方法について解説していくよ。今回は A メロ、ラップ、サビの曲を作るよ。メタタグはバース、ラップ、フックにする。以前の動画でコーラスの性質を説明したね。コーラスは強くポップスによる性質がある。コーラスはラップを否定してしまうので代わりにラップ用のサビ、フックを入れたよ。これに普通の曲のスタイルを入れてラッパーかライムを混ぜていこう。試しに普通のスタイルを J-POP にして途中にラップが混ざる J-POP を作ってみるよ。繋ぐ虹の光、言葉を紡いで星になる。誰かの触れられない痛み、それでも未来を探して。落ちた涙のその理由は、伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、世界へ繋ぐ虹の光、言葉。落ちた涙のその理由、伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、世界へつなぐ虹の光、言葉を紡いで星に祈る。触れられない痛み、それでも未来を探して。落ちた涙のその理由、伝える声はどこにある。風に乗せた祈り、世界へ繋ぐ虹の光、言葉を紡いで星になる。誰かの普通のスタイルの1パートをラップにしてラップ効果を強めていくとこんな感じになる。この時にライムはとっても便利だよ。効果が弱いから強弱の微調整ができるんだ。ライムの効果はかなり不安定だから強弱の調整は結構面倒なんだけど、他のスタイルだとすぐに曲調が壊れるからライムにしか頼れない状況が多い。最後に J-POP 以外の他のジャンルも一部分だけラップにできることを確認しようか。触れられない痛み、それでも未来を探して。落ちた涙のその理由、伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、世界へつなぐ虹の光、言葉を紡いで星になる。誰か触れられない痛み、それでも未来を探して。落ちた涙のその理由、伝える声はどこにある。静かな風に乗せた祈り、光、言葉を紡いで星になる。触れられない痛み、それで
こんな風にいろいろなジャンルで一部分だけをラップにすることはできる。でも特定のジャンルでは曲調とラップを両立できない場合もあるよ。曲調が変わるくらいラップ要素を強めないとラップにならないジャンルはいくつもある。何回か試してラップにならない場合は諦めて別のスタイルにした方がいいと思うよ。うまくいくジャンルは高確率でラップになる。でも歌声や曲調が不自然になることは多いね。スノは途中で歌声が変わる曲調を非常に苦手にしているから、ラップを入れると不自然な曲になりやすい。それはもう諦めるしかないかな。まあ試行回数を増やせば自然な曲もできるし、リプレイスセクションで修正したっていい。この前追加された新機能のリムーブで不自然な部分をカットすることもできるし、いろいろな方法で不自然さを解消して魅力的な曲を作ることはできると思うよ。それじゃ、またね。